最後に必ず言いたいことがあります。クリコ、私の彼女クリコ、クフキヒモンスター여러분안녕하세요ルキカップルクリクリコ입니다김경식입니다어떻게됐어요탄수화물초탄수화물초탄수화물초食べないように毎日頑張るけど一日一食にしてて昨日お酒と刺身だけ食べたよめっちゃ酔っ払った確かに今ケソップを먹고싶어これ何マジックなんだろうモンキーマジック今日は아주ロマンティックな企画を思いましたね。おい。私たちが今まで付き合いながら手紙をお互いに。선물을。と一緒にあげたりとか。今までは手紙を書いたらただあげるだけでした。私も日本語勉強中だし、これも韓国語勉強中だから、お互いにそれ手紙を読んでみたら。発表？발표してみたら、と私たちに新しい心が出るんじゃないかなと思います。くふきひ。그리고이만書いてる응아저기오모시로이노가이아니어뜻이마지막에書きます으쌍ほんとちょっとほらっきちょ보내줘야겠다お元気ですかもうやめてほんとにわあ、진짜難しいだ日本語だったらプワーって出てくるんだけどそれを韓国語で表現するっていうのがちゃんと伝わるかが改めて難しいこれさ文法とかはさ若干間違っててもいいんだよねうんでも私は間違いないもうなんでそんなこと言ってね진짜그래このお笑いね聞いたら聞いたらもっともっと面白くないめちゃくちゃ失礼じゃないこれお笑いめちゃくちゃ面白くない와뭐야뭐야아그리고미나이데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 난데미나이데안녕하세요박서준입니다저기노래그라이너키스가미세대와꽤고작사인다어그래응헐끝끝아그후기히読みます。これも韓国語はどうかな。자기、안녕하세요。그리고입니다。자기、항상재밌고맛있고행복한일산을감사합니다。정말갑자기였어요 아무슨족발이된거아니야호야작년에우리의인생계획은180도바뀌었어요코로나네우리의메인직업이벤트나 MC 관계미디어모두가안되겠잖아요재택근무가시작할때부터유튜브를열심히하려고둘이많이협력한것도지금은좋은추억입니다이기이더요한국에간다고결정했을때엄청갑자기였지만자기가여러가지준비해주고그리고안심하고이리와라고말해줬어서뚠뚠했어요뚠아니아니그걸계속시대오라이쭉쭉쭉쭉쭉쭉에도뚠뚠했어요뚠뚠했어요뚠뚠뚠아든든했어요뚠뚠뚠했어요고마워요그리고자기의가족에게도진짜감사해요아직한국어가못한나에게언제나친절하게해주고생활지원해주고이렇게멋진가족의예쁜사랑을받았기때문에자기가그렇게좋은사람이구나
な라고생각해요아이고부끄러워 사실지금같이그냥결혼할수있으면좋겠다고생각했지만지금은내가자기를얼마나행복하게할수있을까그런것을항상생각하게되었어요지금은그냥편의점에가는것도산책을하는것도하나하나가사랑스러운시간이에요자기앞으로의인생도어떤선택을할때도우리가항상함께있을수있으면좋겠어요자기는언제나나의스페셜이고소중한사람이에요항상감사합니다진심으로사랑해요나는존경과배려를잊지않고자기가재미있는시간을보낼수있도록노력을하는것을약속합니다이상입니다네이상입니다감사합니다뭔가그리코가하나있을때와이어떻게됐지는소리가건너가라고와진짜와언제콘난이한국어가조직이나타지헌또와생각한거예요헐감사합니다그리약간진짜뭔가카나시토박한가요나이왜이렇게라미나가되는거좋지않아요잘하네그리코의하루야되는거라좀더좋지確かにそれでそれか그리코의하루皆さん혹시뭘지몰라요몰라요몰라요뭔지알아요몰라요그것은、네、멤버십영상에서 한다고요그리코홍보부장입니다네그후기히안녕하십니까헐私のわあ、ボリューム。え、なんで、なんで一つ。うん。私の永遠の小鳥クリコちゃん。クリちゃんこんにちは。こんにちは。久しぶりに小鳥と呼ぶんですね。私が小鳥と呼ぶとクリコは何と答えたんでしたか。ピヨピヨ。手紙に何を書くか考えてみたら。またあたりを思い出しました。寒い冬でしたね。え、違う。違う。暑かった。半袖やったよ。あに韓国でまたあたりもうちゃんと聞いた。寒い冬でしたね。その日の温度、距離の姿、一つ一つを覚えています。もう一度会ってキュッとハグした時、あ。私はまた幸せな김영진に戻ったんだ。モギチンという思いでとても幸せでした。私だけを信じて韓国に来てくれたクリコにもっと多くのこと、もっといいことをしてあげたいでしたが、どうだろうかわからないですね。覚えてますか？日本にいた時は毎晩家の近くの居酒屋さんに行ったり、二人でたくさん遊びに行ったりしましたね。あの時私はただ楽しいだけでした。ところが私たちが韓国に住むようになってから、正直あの時のように何も考えずに楽しむことはできなくなりました。韓国では私が困ったりよくわからない部分があると、私たちが大変になるので、私が保護者としての役割をしなければならないからそうなのです。それで日本で何も考えずに楽しかった遊んでいた自分の姿が思い出しました。その隣にはクリコが保護者としていましたね。私が日本であったすべてのいい思い出はクリコの犠牲があったからでした遅くなりましたが心から本当にありがとうございますあらら手が痛いクリコの手をまた握ることができてクリコが寝ている姿をまた見ることができてクリコの声を電話じゃなくて実際に聞くことができて私がクリコの彼氏であってとても幸せです。
最後に必ず言いたいことがあります。クリコ、私の彼女クリコ、終わって結婚式に頼みましょう。プハハ、冗談ですよ。これからもクリコのそばにずっといたい。一生私のそばで笑ってください。愛してるクリコ、こんにちは。翻訳だからね。でもなんかそれ保護者の気分とかは分かります。私も同じ責任があったけど、うん、今は逆に家族で住んでみたら、ああその時クリックがそうだったのかな、私が楽しいくらいクリックが犠牲したよねということがあって、今は私が犠牲します。もう犠牲は本当に被害だから。それでチャギがちょっと今ちょっと悩みとかをできるだけシェアしたい。その時の私の気持ちが知ってるから。逆に私はクリコも私みたいに国は楽しかったらいいなとか、それでだんだんお互いにベリョが出てきます。プチ、ありがとう。ちゃんと面白いにしてくれてありがとう。表情しか考えちゃないじゃん。ちんぱわさわりのとき、私の顔ねえ、何も特徴がねえ、ええ、しようかなと思ったけどできなかった。モテ盛りが出んだろ。